黄変米を試食してアピールする草葉龍園厚生大臣王変米とは人体に有害な毒素を生成するカビが繁殖して黄色や橙色に変色した米のこと。種としてペニシリウム属のカビが原因となる。カビ自体は有害なわけではないが、カビが作り出す生成物が肝機能障害や腎臓障害を引き起こす毒素となる。カビ毒をマイコトキシンと総称するが、 総じて高温に強く分解が困難なため、加熱殺菌によりカビ自体を死滅させても毒素は無毒化されずに残存してしまう。黄変米はカビの拡散を防ぐためと毒素分解の必要性から高温で焼却して廃棄するのが最善の処理方法である。以上の3種が黄変米の原因となる主要なカビである。この他にも黄変米には、 必ずしも直結しないが、マイコトキシンを生成するペニシリウム属のカビとして、以下のカビが知られている。日本では、戦後の食糧難の時代に、外国から大量の米が輸入され、国民への配給が行われていた。1951年12月に、ビルマより輸入された6700トンの米を、横浜県役所が調査したところ、1952年1月13日に、 1> 約1、3が、黄辺米であることが判明し、倉庫からの移動禁止処分が取られた。すぐに、厚生省の食品衛生調査会で審議され、黄辺米が1%以上混入している、輸入米は、配給には回さないことが決められた。基準を超えた米は、やむを得ず倉庫内に保管されたが、その後も輸入米から続々と黄辺米が見つかり、在庫が増え続けた。 配給米の管理を行っていた農林省は処分に困り、大変米の危険性は科学的に解明されていないという基弁を用いて、当初の1%未満という基準を3%未満に緩和し、配給に回す計画を立てた。この計画が外部に漏れ、朝日新聞が1954年7月にスクープしたことで世論の批判が起き、 大変米の配給停止を求める市民運動などが活発化することになる。在野の研究者も大変米の危険性を指摘したが、政府は配給を強行し、配給に回されなかった米についても、味噌、醤油、酒、せんべいなどの加工材料として倉庫から出荷しようとした。この直後に、厚生省の主導で大変米特別研究会が組織され、 農林省食料研究所の角田博士博士、東京大学医学部の浦口健治助教授などが応変米の研究を開始した。研究会では、角田や浦口などの努力により極めて短期間に応変米の高い毒性が解明されることになった。研究会の成果と世論の強い反発のため応変米の配給は継続できなくなり、 同年の10月には欧辺米の配給が断念された。このため、欧辺米の在庫は増え続ける一方となり、窮地に陥った政府は1956年2月に、明確な安全性の根拠がないまま、欧辺米を再生米し、表面のカビを削り落として、配給を行う政策を再度発表する。だが、欧辺米の在庫は減ることがなく、 長期にわたって倉庫に保管され続けることになり、結局は再生米の上で家畜の飼料など、食用以外の用途として10年間にわたり、処分されたと言われている。なお、特別研究会に参加した角田は応変米が、発見された当初より食を辞する覚悟で、農林省に強行に抗議したことが知られており、初めの時点で1%基準が策定されたのも、彼の尽力によるものが大きい。 彼の努力がなければ大変米の配給問題は誰にも知られずに闇に葬られていた可能性が高いと言われている。第二次世界大戦の影響で若い男性はすべて戦争に借り出され農村の労働力は枯渇していた。また肥料をはじめとする農業資材も極度に不足していた。この状況で福音兵や満州などからの機関車が大量に 日本国内に流入したため未曾有の食料不足が発生した。当時の状況においては外国からの輸入物資に頼る他に道はなかったが肝心の外貨は底をつき、度重なる空襲によって生産設備は海人に返していたので外貨の獲得手段もなかった。政府は少ない外貨を効率的に使用し、食料と復興のための必要物資を調達しなければならなかった。 このため、外国で米を調達する際には、価格優先で低品質のものを選択する意外なく、輸送船も荷物を安く運べさえすればよいという選択肢を取らざるを得なかった。結果的に、輸送中に米にカビが早お変米となってしまった。貴重な外貨で手に入れた物資だっただけに捨てることもできず、新たに輸入するにはまた外貨が必要となるので、なんとかして、 当初の目的通りに使用しようと考えたために発生した事件である。江戸前握り寿司の材料として欠かせない酢は、発祥時は米酢が後に、初代中野又左衛門によりカススが使用され、開かずと塩のみで合わせ酢を作り、砂糖を使用しないのが伝統的な江戸前寿司の製法であった。ところが、現在では知らずを使い、塩の他に砂糖を混ぜて、 合わせずにするのが一般的になっている。黄変米事件がこの変化の原因の一つとなっている。赤酢を使うと寿司飯には酢の色が移りほんのり赤みを帯びる。ところが黄変米事件で神経質になっていた客が寿司飯の色から黄変米混入の疑念を持ち寿司店への苦情が相次いだ。寿司店では対応に苦慮した結果多くの店が赤酢から知らずに 酢の種類を切り替えた。しかし、コクがある赤酢に比べ白酢はあっさりしすぎていたため、寿司飯とネタのバランスがうまく取れなくなってしまった。コクを補うために砂糖を合わせずに入れることが一般的になり、現在の寿司飯の製法になったと言われている。ただし、赤酢か,から白酢らへの変換は大変米のみが原因ではなく、戦後の物資難のために、 赤図自体の供給が不足したためでもある。江戸の握り寿司ブームとカッスエビ寿司と合わせずの今昔から食図協会における佐藤類の利用と動向4寿司と寿司を合わせず昔の寿司、今の寿司。ありがとうございます。